で、横井軍平さんは、その、あの、枯れた技術の水平思考っていう、あの話をもともと作ってきて、で、じゃあ、その、任天堂って昔からそうなんですけど、その、あの、ファミコンもその余ってたあ CPU があるから、じゃあ、それ使ってゲーム作ろうよとか、で、なるべくその、あのメモリーもそんなに増やさないで、あの、安いハードウェアを作ってやった方がいいよねとか、で、その、あの、要は、普通にじゃあ、その、画面があって、コントローラーがあってじゃなくて、じゃあ、その、 移動を計測できるような形であったら Wii みたいなのが作れるよねとか、じゃあそのあの任天堂のスイッチみたいなのを傾けたりとかっていうので、その何か既存の技術を組み合わせることで面白いものって作れるよねっていうので、であのソニーのプレイステーションの場合って、プレイステーション2、プレイステーション3とか、ひたすら CPU を速くして、グラフィックボードを良くしてで、セルっていう CPU をなんか独自のを作ってみましたみたいな、そのもうスペックをどんどん上げていこうっていう感じなんですけど、任天堂は、そのはじゃあ 3DS みたいな、安いけどちょっと変わったものができるよねっていうので、じゃあソフトウェアで面白いものを作りましょうみたいなで。 感じのそれそのあのひたすら技術を開発するのではなくあくまで枯れている技術を別の形にすることで面白いものを作りましょうっていうのがまあ軍平さんの思想なんですけどえっとなえっとなので確かとね任天堂とゲームボーイで一番最後に出たゲームのパズルゲームの名前が軍平っていうパズルゲームだった気がするんですよねでそれが確か宮本さんがその軍平さんが亡くなったとに作ったみたいななんかそんなような話だった気がします。